役お笑いを語れるバー、お願いします。はい、ということで、はい、今日はゲストに寺田博明さんに来ていただいております。お願いします。お願いします。あの逆お笑いを語れるバーということで、はい、あのお笑いを語れるバーというのを、はい、あのゴッドタンでやってるんですけど、それは先輩がこう後輩芸人のこういうところ、こういうのが面白いとか言ってくれるんですけど、うん、逆に語ってほしいやつを僕たち若手芸人が、自分のここを見てくれみたいな、はい、なるほど、はい、語ってほしい部分を言っていこうという、いやもう全然サスペンダーズの YouTube やっぱ僕ちゃんと見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。知ってるんですけど、本当に、はい、本当にずっと最初から思ってるんですけど、はい、やっぱその自分が語りたいことを、うん、自分のネタのことを語るライブの、その企画が、はい、逆お笑いを語れるバーで合ってるかずっとなんかこれは確かに逆これが始まった経緯が一応あって、はい、僕らと獅子頭さんが、うん、お笑いを語れるバーで同時に、うん、東京ゼロさんの飯塚さんに話してもらったっていうのがあって、うん、で一番最初が僕らと獅子頭さんでやったの、うん、だからその時に逆っていうので、あの僕ら2人組とも言ってもらったけど、うん、あのもっとこういうとこ語ってほしいんだでやって、でそれが意外といいなってなって、うん、そのまま全部逆お笑い語れるバーになってるっていう経緯が実はある。もう逆じゃないよ。そうなんだよ、逆じゃないよ。確かに確かに確かに、ね、これはかなり、うん、僕らのチームの中にもこんな指摘をしてくれる人がいなかったりとか、そうなんだよね、結構緩いチームでやらせていただいてる上に外からこういう意見をいただけるのはまずめちゃくちゃありがたいです。絶対いつか言ってやろうと思ってたでもこ れ, れた結構事務所ライブの合間にまた撮らせていただいてるんですけど、もう一番最後というか、もう満を持してというか、あ、そう、一応まあちょっと R1 の時期みたいなのがちょっとだけあって、実はなんかそこでお呼びさせていただいた方がちょっとタイムリーだしいいのかなっていうのもあって、ちょうどですか。ピンで行ったら初めてじゃないですか、このあれトルコ呼んでた。トルコは確かなんかちょっと自分みたいなものがみたいなテンションで、私がお笑いなんかについては話せませんって言って、それはやってない。あ、そうなんだ。ルームシェアみたいな話とか、バイト遍歴とかの動画をさせていただいて、だから本当にピンで言ったら寺田さんが初じゃないですか。あ、そうだね、そうだわ、完全に初だ。僕らやっぱコンビとまた全然違うから、違うだろうね、相当違うだろうね、うん、で僕自身は大学お笑いの時にピンだったんで、あ、そうだよね、うっすら、まあ、全然プロじゃないですけど、うん、ピンの気持ちも分かる部分があるかもしれないって言ってますけど、まだ来るかはね、まだ来るかっていうやつやらせていただいてたんですけど、ピンでやってて、はい、どうですか、なんか、自分のこういうところが武器なんじゃないかというか、こういうところ見てほしい、見てほしい、これで、はい、本当になんか僕が、はい、なんか自分のやってるネタ、はい、そんな、まあ、はい、フリップネタだけど、ね、絵とかはもう全然描けないから描かないで、もう本当パソコン文字だけでやるみたいなネタなんですけど、そのあんまこれが伝わってるのかもわかんないですけど、活字って面白くないっていうのを魅力です。あ、なるほどね。なんか それがちょっと難しいんですけど、別にそんなのだからそのパソコンでそのネット、ツイッターとかでやりゃいいじゃんみたいなのもあると、僕なんかの紙になんか活字が書いてあるのがちょっとなんか面白いというか、大喜利とかもあの文字で出す面白さがあるもんね、あの要は挙手で別に口で答えられるはずだけど、なんかこれが面白いがやっぱあるもんね、どうしたってね。なんかそうフリップネタで、まあ、その R1 ちょうど今で1回戦のとか見に行ったら分かると思うんですけど、フリップネタをやったことがない人が初めてやるとかがいっぱい見れるんですよ。そうなるとやっぱり、まずパソコン使ってない人は、うん、もうそもそも字が薄いとか、手書きいるよね、手書きでマジックとかってことですか。マジックとかでも字がもうめちゃくちゃ薄いとか汚いとか、細いマジックで書いてる時点でもう負けないとか、なるほど、そういうのがあったりとか、パソコン使っててもなんかその僕ワードでやってるんですけど、ワードってなんか最初の状態でやると周りに余白があるの分かります？
普通に文字を打ってると、はい、あ、あるある、あるある、そうある、ある、そうそう、文字をもう打てない、これが、はいはいはい、ある、文字が入らない、そうそうそう、はいはいはい、あれのままやると、はい、その要はめっちゃ小さいんですよ、ね、なるほど、余白分も、なるほどね、あ、マジで作ってないと、確かに、そうだな、だからもう余白のところを最大まで広げてから、はい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 、あ、そんな設定ができるんです、できるんです、広げて文字を大きくやるとか、それをやらないと実は結構その変なところで開業をしなきゃいけなくなって、はい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 、そうかそうか、そうだ、フリップネタ作り慣れてない人って気持ち悪い開業、あ、なるほど、なんかその動詞の途中で開業、はい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 、とか、なんか結構やってる人がいるんで、そこはなんかまあ基本っちゃ基本なんですけど、いやでも言われないと確かに全く。そうですね、僕ら想像できない世界というか、実は意外とそのなんかフォントとか、はいはいはい、はい、フォントもそうだよね、あ、そうか、明朝体とかゴシック体とか、あの明朝体の時は振りの部分で、はいはい、ゴシック体はボケっていうわけです、マジですか、マジそうなの、マジで知らない、それ知らない、マジで俺、だってずっと見てるのに、なんで、いや確かに明朝体が振りで、そう、基本的には明朝体の部分が、あ、そうなんだ、で要はその明朝体の部分では実際こういうのがあるんですって説明をしたら、ゴシック体のところでこっからは嘘は嘘ですよって感じでやってる必要、それはなんか自分の中でやっていくうちにそれが一番ベストな見え方だっていう発見でしょ、なんか発見とかちょっと雰囲気ですか、ね、自分の中のルールみたいな感じで明朝体の方がなんかこれすごいですね、ああ、ゴシック体の方がなんかちょっと面白いなって言われた、でもあるだろう、そうだったんだ、意外とそういうところなんか細かく考えてますよ、あ、確かに一番楽に見えるはずだもんね、そうそうそう、やっぱピンの中でも、だから結局そのフリップをやるのに自分で読み上げながらめくるからそのいいっちゃいいんですけど、でも見てると気持ち悪い開業してるなこいつみたいなのもあるし、あとなんかそう、はいはい、自分の中のなんか作ってる時の気持ちとしてここは漢字で書きたいとか、はいはい、これはひらがなで書きたいとかのもあるじゃないですか、でもその開業これことをひらがなで書きたいけど漢字にしないとこの気持ち悪いと思って開業することになっちゃうから仕方なくこと漢字にするわくわくっていうのもあるんですね、あー、そうなんだ。うわ、結構深いですね、フリップ。うん、マジで落とつかないな、言われないと。そうか。フリップって僕、たまに思うのは、なんか、紙がたくさん必要じゃないですか。うんうん、これってなんか、節約術というか、なんか再利用とかって、もう、そのネタごとに、フリップって、もう、じゃあ、なんか、たまに芸人が、このフリップ、一回全部捨てますみたいな気合いの感じがたまにあるよね。あれテレ朝とかだったら絵じゃないかったらなんか裏紙とか再利用みたいなデータでパソコンに入れるとかできたりするのかな、要はフリップ芸人のほとんどは、はい、あの画用紙に直接絵を描いてるわけですよ、だから、はい、もう再利用のしようがないというか、一回描いちゃってダメだったら、ね、俺は捨てるしかなくて、で僕はその厚紙をまず買って、はいはい、でそのワードで印刷したファイルのその普通の要は印刷し用紙をホチキスで留めてるんですよ、あ、ホチキスなんだ、印刷したものを厚紙にホチキスで留めてる、だから剥がせばいいっていう、なるほど、剥がしたら別にもう一回使えるので別に全然再利用できます、じゃあんまりこのネタはちょっともういいかなってなったら、うん、それを剥がして別のものを、そうそう、これだからその最近の事務所ライブがその1部と2部があって基本的に同じネタをやるっていうのをやってるんだけど、1部でダメだったボケを間の時間で全部そのホチキスのこの取るやつを剥がして、あ、そういうこと、確かにテラさんが剥がしてるの見かけたことがあったんですが、あれはこれはもう、そう、これはもういらない、あ、そういうさ、ちょっと切ない作業だったんですよ、あれ、あ、そうなんだ、そう、だから最近もうその、はい、全部なんか完璧に動けるようになってきちゃって、その例えば事務所ライブだったらバティオス、新宿バティオスっていうところにあるんで、そのすぐ近くに、うんうん、そのハイジアっていう建物があって、はい、その中にネットカフェがあるんですよ、あ、あるね、あります、あります、だから、はい、その1部と2部の間の時間でネットカフェに行って、はい、でその中
中にそのなんかワードが使える席、あるね、オフィスがインストールしてる席っていうのがあるから、そこ空いてたらそこ入る。でなくてもあのキングソフトっていうワードの偽物があるね、あれはフォントが使えないのがあるんですよ。あなるほど、俺がいつも使ってるのは本当がそのないやつがあって、そんなましょうがないかって思いながらそれでやるときもある。あ間の1時間ぐらいで全部印刷し、新しいの作って印刷してギリギリでまた欲しいです止めてやる、すげえなこともできるし、あとはネットカフェなくて も、はい、あのもうスマホのアプリで画像を作れるやつがあるんですよ。真っ白な画像に文字打ち込んで、でそれをもう画像としてその出力したら、それをあのセブンイレブン、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、実感してる、セブンイレブンのネットプリント、はい、ネットプリント便利、ネットプリントをもうスマホから出せるんで、はい、要はもうすぐ作れる、なるほど、もうパソコンなくてもスマホでもうフリップ作れるようになってる。そっか、だって昔パソコン持ってきてたイメージあった。確かに確かにね、うんうん、あの端っこでなんか手がかかるみたいな、なんかプログラマーみたいな、天才プログラマーみたいな、そうそう、みんながデータ合わせて、みんながなんか2人でなんかでもそれだととかやってる、なんか1人だけなんか多分同じ作業やってるんだけど、そうそうそう、もう笑わす人を笑わせたいっていう目的は同じだけど、それぞれやってることとか、そっか、もうだからそっか、パソコンないんだ。そうなるほど、絵を描くフリップ芸人は一部二部の間で変えようがない、あ新しく作りようがない、確かに基本変えないと思うんですけど、これは直せちゃうから、なるほど、そこはそっか、強みではある、強みでもあるけど、はい、直せちゃうんだったら、はい、直さないとなみたいな気持ちもある。あ、なるほど、そうかそうか、もうこれでいくしかないっていう踏ん切りがつかないつかないから、本当に出番のギリギリまでコンビニ行って持ってた。そうか、確かに寺田さんってその1部と2部の合間って結構何してるか、うん、ミステリアスな部分がミステリアスないんですよ。そうそう、確かに確かに、あれなんかイーゼルとかは別にこだわりとかない。そうか、イーゼルもイーゼルはあれってさ、そうなんです、各々持ってるでしょ。僕らが生半可な気持ちで R1 出るとかで、ね、そうそう、コンビ芸人がイーゼル使うとって、調達とかがまず大変だし、うん、そうそうそう、サイズとかもで、なんか譜面台使ってる方がなんかダサいみたいな気が俺、うん、なんか確かに2つあるでしょ、譜面台とイーゼル、3本足のね、そう、あんまよく確かに確かに、あれってこだわりとかこれは、どれからかな、だからまずは譜面台があります。そう、譜面台に音楽の授業で使うみたいな譜面台がある、2本の手前に開いたり閉じたりできる譜面台がまず、1本足の、そう、あれがまず基本的には、フリップネタをやるにはかなり不安定です、ね、そうだね、なるほど、そう、すごく紙をめくるのに向いてない、うんうん、はいはいはい、邪魔な、なんか押さえる棒みたいな、あ、そうそうそう、基本的にあれは向いてないです、うんうんうん、でその上にイーゼル、はい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 、あれはなんかそれは絵を描くような本、あれ絵なんか、あれ飾るんじゃなくて多分絵をこう描くようなやつ、あ、そうか、そうなんだ、それがその次ぐらいによくて、はい、ただ僕が使ってるのは、はい、強い譜面台、そんなのあるんですか、要は、そうなんだ、オーケストラが使うみたいなあ、なるほど、ですか、音楽室の弱いやつじゃなくて、そういうのがあるんだ、黒い板に丸がいっぱい開いてる、うん、あらあらあ、そうだ、そうです、え、あ、そうなんですか、あれは譜面台なんだ、足も太いし、あの折りたたみもできる、あ、足は1本足で強いってことですか、3本足だったんです、1本足、1本太いのがあって、はい、3個うわ足があるんで、かなり安定して、じゃあもうそれイーゼルよりも強いし、強いとこってもいいっていうか、うん、ね、うわ、それも知らなかったな、ね、譜面台が弱くて、うん、イーゼルで、そうそうそう、まあ、みんなイーゼルみたいな感覚だった、イーゼルだと思ってたら、あれ強い譜面台だったんだ、イーゼルのものにもよるかもしれないですけど、うん、僕のイメージは、うん、イーゼルは低い、あ、なるほど、その要は上げ下げができないんですよ、譜面台って上げ下げするようになってる、なるほど、なるほど、すごい、体重によって、そう、イーゼルが3本の足のところでしか調節できない、確かにそうだ、あれは俺は低いと思って、なるほどこれで、いや、それ目から鱗だな、すごいな、マジで気づかない、ただその去年の R1 の決勝を見てもらえればんですけど、僕はちょっとその譜面台を上げすぎて、うん、明らかに高い位置でやってまあ、ちょっとあ、そうなんだ、ね、何人かに突っ込まれました、ね、 なるべく高く、まあ、みんなに見えるようにの意識があるみんなに見えるようにってやったけど、ね、別にテレビだからそんな気にすることない、あ、すげえな、いや、いや、めちゃくちゃ深いっすよ、ちょっと見る目がやっぱ確かにいろいろ
これを見てからデラさんのネタを見たらより楽しめそうな、いやそうだね、フリップ1枚しかねえじゃねえかにはならないとは思う、今年は、はいはい、去年そう、あれは決勝の10人のうち半分フリップ使ってた、確かにそうですよね、っていう感じだけど、はい、みんな違いましたから、ね、確かに実際はやってること、やってること全部違ったし、ね、なんとなくその自分の中での、はいはい、こだわりまではいかないですけど、はいはいはい、なんかその本当に文字が一番面白くないっていう、はい、絵描けないけど俺は、はいはい、いや想像させた方が、そうそうそう、それぞれの頭の中に一番面白い絵が浮かぶ方がだって良くないって思って、なるほど、だからなんかそう絵になんかそう、はい、あんまりなんか絵が面白くて笑わせるとかにあんまり行きたくないというか、なるほど、そうだ、そこはちょっとあります、いや、そこめちゃくちゃ興味深い話が聞きました、ね、そうですね、ということで、あの R1、 あ、そうですね、はい、頑張ってください、まあ、今年も決勝に、はい、もちろん連続で行って、もう、うん、もう、はい、その栄冠は、そうですね、はい、はい、ということなんで、ぜひ注目してください、はい、ということで稼げー